立憲民主党有田義志と尾又一平、山口紀之を誹謗中傷本日、立憲民主党の有田義志さんと尾又一平さんが、山口紀之さんに対して、このように誹謗中傷を行ったことが明らかになりました。まず、尾又一平さんが、どういう精神構造をしてるんだと発言し、それに対して有田義志さんが、典型的なスラップ訴訟だと暴言を吐いてるんですが、 この山口紀之さんは伊藤しお織にデマを流され被害を受けたとして裁判を起こされております。この伊藤しお織が流しているデマに関して警察も検察も検察審査会も山口さんに何の権威もないと無罪であると判断を下しておりますので明らかなデマであると確定しているんですが立憲民主党は 有田義さんは尾又一平さんはこのようなデマに加担し、さらに山口さんを誹謗中傷し攻撃してしまっております。このような人物は国会議員にふさわしくありませんので、今後行われる選挙では立憲民主党には立憲民主党の候補者には有田義さんには尾又一平さんには絶対に投票しないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。